皆さんこんにちは。今日はここブッシュスタジアムからセントルイスカージナルス対フロリダマーリンズ3ゲームシリーズ2日目ゲーム2の模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。カージナルスのスターティングピッチャーはイズリンハウゼン、マーリンズのスターティングピッチャーはサウスポーのバルガス。さあ試合が始まります。さあ1回の表の攻撃はバーリンズ、先頭バッターはアギラ。打った初球陣レフトフィールダーへの打球、田口前に出る、ヒットになった。マーリンズ先制のチャンスを迎えます。まずは一塁牽制、インサイド打った、フェアかファウルか、切れていきます、ファウル。一塁牽制、さあ初球ファウルから、これはボール。第3球はドロップ見送ってボール。さあバッティングカウントになってちょっと力が入ったか、カットボール打ちました、取りました、ワンアウトです。ラミレスサードフライに倒れました。バッタージェイコブス、アウトサイドコーナー打った、セカンド真正面、二塁フォースアウト、一塁もアウト、ゲッツー、スリーアウトです。バーリンズ先制のチャンスを逃しました。1回の表が終わって0対0、バーリンズ無得点で終了です。これから攻撃に入るカージナルス。さあまずは1番ローレン、注目の立ち上がり、空振り、フルスイング。さあ2球目、低め打ちました、内野フライ、サード落下点、掴みました、ワンアウト。バルガスサードフライに打ち取りました。バッターエクスタイン、さあ1球目ボールから、あっと打った、さらに伸びる、伸びていった、ダイレクトで当たった、ヒットになった。打ったバッター一気に二塁へ向かう、セーフ。バッターは3番クホルス、初球は打った、流し打ち、どうだ、切れるか、ライト線フェア、フェンスに跳ね返った、ボールは中継、カージナルス早くも先制、セーフ、クホルスダブル。ここでチャンスをものにできるバッター、田口。カージナルス追加点のチャンスを迎えています。チェンジアップ空振り、ワンストライクノーボール。そして2球目、真ん中打ちました、センターへのラインドライブ、これもヒット、クホルス一気にホームへ、二塁ランナーホームイン、カージナルスさらに1点追加。バッターはエドモン、まずは一塁牽制、一塁牽制、一塁牽制、空振り、バットが空を切りました、タッチしてアウト、盗塁失敗に終わりました。田口今ダグアウトで治療を受けているそうです。ストライク、チェンジアップ決まった、バッター追い込まれた、ストラックアウト、エドモンズスイングアウトの三振。1回の裏が終わって2対0カージナルス、まずは先制しています。今ダグアウトから出てきました、プレーは続けられるようです。2点を追いかけますバーリンズ、先頭バッターは4番アブレラ、もうドロップ外れました。さあボールワンからドロップ打った、ショート左横、1塁へアウト、ワンアウト。カブレラ内野ゴロに終わっています。バッターはヘルムス、直球打った、グラブを弾いた、記録は内野安打。次のバッターはセピッキー、初球流し打ち、どうだ、切れるか、左へ切れた、ファウル。さあ初球ファウルから速球打った、セカンド掴んだ、二塁アウト、アウト、ダブルプレー、これでスリーアウト、チェンジ。2回の表が終わって2対0カージナルス、2点リードは変わりません。これから攻撃に入りますカージナルス、先頭バッターは6番マイルズ、スライダー空振り、速球決まってストライク。さあ追い込んでから打った、流し打ち、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。マイルズファーストゴロに終わりました。そして続くバッターはモリーナ、インサイド打った、
ショート左破った。レフト前ヒット。バッターはビグビー。初球はアウトサイド、打った。ショート取った。二塁フォースアウト。一塁アウト。ダブルプレー。スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わって2対0カージナルス無得点で終了です。2点を追いかけますマーリンズ。先頭バッターは7番オリボ。現在8試合ヒットが続いています。ドロップ空振り。ボール球に手を出しました。これは空振り。バッター追い込まれた。あっとボール球に手を出した。キャッチャー落下点。掴んでワンアウトになります。イズリンハウゼン。ファールフライに打ち取りました。ドロップ決まってストライク。さあ初球空振りから。ドロップ見送ってボール。インサイド打った。ショート左破った。レフト前ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。バッターはバルガス。初球はドロップ決まってストライク。さあ初球ストライクから。ドロップ決まってストライク。さあ追い込んでから内角低めいっぱい見逃し三振。ズバッと決まって三球三振。バッターアギラ。これが2打席目になります。直球空振り。そして2球目。これもしかし空振り。バッター追い込まれた。第3球は伸びのあるストレート。アギラかすりもしませんでした。マーリンズ2者連続三振に打ち取られました。3回の表が終わって2対0カージナルス2点リードは変わりません。これから攻撃に入るカージナルス。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーイズリンハウゼン。さあ初球空振りから。ストライク。チェンジアップ決まった。ツーストライクノーボール。打った流し打ち。ファーストの頭を越えた。これはヒットになります。バッターはローレン。第1打席はサードフライ。内野は長打を警戒します。いった。これはいった。一直線入った。ホームラン。第11号ツーランホームラン。ブッシュスタジアムに吸い込まれていった。初球から狙っていきました。4対0。カージナルスリードを4点に広げました。前の打席でダブルを打っているエクスタイン。フルスイング空振り。ストライク。チェンジアップ決まった。バッター追い込まれた。さあ追い込んで一つ外してボール。打った流し打ち。ファウル。第5球はインサイドついてボール。エクスタインよく選んでいます。ストライク。空振り三振。エクスタインスイングアウトの三振。今日ツーベースダブルを打っているプホルス。外野は深めの守備位置。アウトサイド空振り。これも空振り。バッター追い込まれた。さあ追い込んでチェンジアップ打ちました。キャッチャー取った。さあ追い込んで空振り。ストラックアウト。2者連続三振。前の打席でタイムリー放っている田口。チェンジアップ打ちました。一塁線のゴロ。ファースト掴んだ。さあ1球目ファウルから。内角高め打ちました。左中間へ。セピッキー前進ヒット。続くバッターはエドモンズ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打った。バットのやや根元。これはピッチャー正面。あっと抜けた。センター前ヒット。一塁ランナー三塁へ向かう。セーフ。ここでチャンスをものにできるバッターバイルズ。最初の打席はファーストゴロ。まずは一塁牽制。ストライク。チェンジアップ。ワンストライクノーボール。チェンジアップ打った。ショートへコットビ。これもヒットになる。カージナルスさらに1点追加。マイルズセンター前タイムリーヒット。カージナルス打線爆発。打った。初球打ち内野ゴロ。セカンド左破った。センター前ヒット。エドモンズ三塁回った。二塁ランナー今ホームイン。カージナルスさらに1点追加。ここでタイムがかかります。マーリンズピッチャーが変わるようです。マウンドに上がったのはカーライル。今シーズン7試合目の登板。ストライク。
チェンジアップ決まった。さあ1球目空振りから直球ボール、外のボール球打った、ファール、外れた、ボール、ツーストライクツーボール。さあ追い込んで空振り三振、ビグビースイングアウトの三振。序盤3回を終了して6対0カージナルス、この回4点を加えています。試合はこれから4イニング目に入ります。これから攻撃に入ります。先頭バッターは2番ラミレス、第1打席はサードフライ、これは見送ってボール、速球打った、掴んでワンアウトになります。ラミレスセカンドライナーに終わりました。ドロップ空振り、さあ2球目カットボール打った、サード取った、1塁へ、アウト、2アウトです。ジェイコブス内野ゴロに倒れました。そして次のバッターはカブレラ、現在7試合ヒットが続いています。セカンド左破った、センター前ヒット、さあ2アウトからのランナーが出ました。前の打席にヒットを放っているヘルムス、カットボールのストライク、思い切って振っていきました。マーリンズここまで4安打、低め見送ってボール、アウトサイドコーナー空振り、バッター追い込まれた。第4球は低めの球打った、センターの前、ワンバウン、これもヒットになった。ヘルムス2打席連続ヒット、ヘルムス今日これで2打数の2安打。マーリンズここまで5安打、ドロップ決まってストライク。第2球はあっとボール球に手を出した、フラフラっと上がった、エクスタイン落下点構えて掴みました、3アウトチェンジ、ランナー2人残塁です。4回の表が終わって6対0カージナルス、6点リードは変わりません。ここでタイムがかかります。カージナルス代打を起用してくるようです。ピンチヒッターはエンカーナシオ、ストライク、さあ1球目ストライクからフルスイング空振り、さあ追い込んで引っ張った、ワンバウン、ツーバウンドしてヒットになる。ここでタイムです。さあここはダイソーを起用するようです。俊足のルナ一塁に入りました。まずは一塁牽制、外野は深めの守備位置、ファールボール、さあ初球ファールから打ちました、取った、ランナー一塁に戻ります。一塁セーフ、ローレンライトへのフライに終わりました。今日ツーベースダブルを打っているエクスタイン、打ちました、詰まった、フラフラっと上がった、これはやや上がりすぎたようです。セカンド落下点掴みました、ツーアウト、カーライルセカンドフライに打ち取りました。ライダーは深めの守備位置、三遊間抜けた、ヒット、セピッキーボールを取った、なかなかバッティングを見せます。田口初球打って出た、グラブを弾いた、ショートから一塁送球、一塁アウト、これでスリーアウトチェンジ、ランナー一塁二塁残塁。4回の裏が終わって6対0カージナルス、この回0点に終わっています。マウンドに上がったのはトンプソン、今シーズン14試合目の登板、打ちました、アットバットが折れた、キャッチャー落下点取って、これでワンアウト、トンプソンファールフライに打ち取りました。バッタートレーシー、初球打ってきた、センターの前、ワンバウン、ヒットになった。トレーシー2打席連続ヒット、トレーシー今日これで2打数の2安打。ここでタイムです。マーリンピンチヒッターを投入してくるようです。ピンチヒッターはウィリンガム、速球打った、セカンドオーバー、これもヒットになった。ここでタイムです。さあここはダイソーを起用するようです。ダイソー投入です。ハーミダ一塁に入りました、ボール外れました。さあボールワンから、まっすぐ空振り、これもしかし空振り、バッター追い込まれた。マーリンズここまで7安打、見送ってボール、
さあ追い込んで打った、引っ張った、サード右、二塁フォースアウト、一塁もアウト、ダブルプレー、スリーアウト、チェンジ。5回の表が終わって6対0、カージナルス6点リードは変わりません。マウンド上はゴウヤ、今シーズン15試合目の登板。速球ストライク。さあ1球目空振りから、まっすぐ決まった、ストライク。バッター追い込まれた、ボール、外角低めの変化球、高め打ちました、これは内野フライ、ピッチャー落下点、取ってアウト、ワンアウト。ボウヤーピッチャーフライに打ち取りました。チェンジアップ外れました、ノーストライク、ワンボール。さあワンボールから、チェンジアップ打った、二遊間抜けた、センター前ヒット。今日ヒットを放っているモリーネ、ボール外れました。さあ1球目ボールから、まっすぐ決まった、ストライク、アウトサイド打ちました、ファウルボール。一塁牽制、一塁牽制、打ちました、抑えた、バイルズ、ハーフウェイから一塁に戻ります。前半5回を終了して6対0、カージナルスこの回無得点です。試合は後半6回に入ります。これから攻撃に入ります。この回のトップバッターはラミです。ストライク決まった、ワンストライクノーボール。さあ1球目空振りから、ボール外れた、スライダー打った、セカンド掴んだ、一塁でアウト、ワンアウトです。ラミレス内野ゴロに終わっています。バッタージェイコブス、ストライク、チェンジアップ決まった。さあ1球目ストライクから、これはボール。さあ3球目打ちました、アットバットが折れた、ピッチャーの右、アウト、ツーアウト。ジェイコブスセカンドゴロに倒れました。内野は深めの守備位置、初球打ち流した、右中間詰まっている、ビグビー前進、ヒットになった、カブレラ2打席連続ヒット、カブレラこれで今日は3打数の2安打、速球打った、センターの前、エドモンズ取りました、これで3アウト、チェンジ。1塁ランナー残塁です。6回の表が終わって6対0、カージナルス6点リードは変わりません。これから攻撃に入ります。カージナルスこの回のトップバッターはビグビー、ストライク決まった。さあ1球目空振りから、あっとボール球に手を出した、ファウル。さあ追い込んで空振り、ストラックアウト、ビグビー2打席連続三振。バッターは5回途中出場トンプソン、チェンジアップ打ちました、ショート正面、ボールを取って一塁へ、アウト、ツーアウトです。トンプソン内野ゴロに終わっています。今日2打点のローレン、初球は外野は深めの守備位置、スライダーストライク。さあ初球ストライクから、速球ストライク。さあ追い込んで一つ外してボール、外れた、ボール。さあ追い込んで三振、ローレン、スイングアウトの三振。最後は空振り三振に打ち取られました。終盤6回を終了して6対0、カージナルス無得点で終了です。試合は終盤7回に入ります。これから攻撃に入ります。先頭バッターは6番セビッキー、直球打った、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点、取ってこれでワンアウト。セビッキーピッチャーフライに倒れました。バッターオリボ、スライダー決まってストライク。さあ1球目空振りから、内角高め打った、グーンと伸びていく、エドモンズ下がった、エドモンズ手を上げて掴みました、ツーアウトです。オリボセンターフライに終わりました。前の打席でヒットを放っているトレーシー、フルスイング空振り、
チェンジアップ外れました。ワンストライクワンボール。第3球はストライク、チェンジアップ決まった。第4球は見送ってボール。さあ追い込んでからストレート打ちました。ファール、トレーシー粘ります。さあ平行カウントからあっとボール球に手を出した。ファール、トレーシー粘ります。次が7球目、低め打ちました。これはピッチャー真正面、セカンド掴んだ、アウト。最後は内野ゴロに打ち取られました。7回の表が終わって6対0カージナルス、依然6点リードを保っています。これから攻撃に入るカージナルス、この回は上位打線から始まります。今日ツーベース、ダブルを打っているエクスタイン、内野フライ、これはやや上がりすぎたようです。ファースト落下点取りました。ワンアウトです。エクスタイン、ファーストフライに倒れました。外野は長打を警戒します。真ん中打った、セカンド取った、アウト。ツーアウト、プホルス、セカンドゴロに倒れました。今日マルチヒットの田口、チェンジアップ空振り、打った、少し詰まっているか、アギラ前に出る、ヒット。次のバッターはエドモンズ、今日はここまで3打数1安打、まずは一塁牽制。外野は深めの守備位置、打球はショートの左、一塁アウト。これで3アウトチェンジ、一塁ランナー残塁です。7回の裏が終わって6対0カージナルス、この回無得点です。ここでタイムがかかります。マーリンズ、ライダーを起用してくるようです。はい、ピンチヒッターはアマークロムリー、スライダー空振り、第2球はストライク、チェンジアップ、バッター追い込まれた。さあ追い込んでから低めの球を打った、打球はセンター浅いフライだ、ヒット。さあノーアウトのランナーが出ました。ここでタイムがかかります。さあここはダイソーを起用するようです。はい、ダイソーを起用します。ウグラ一塁に入りました。初球打った、二遊間ライナー破っていった、これもヒットになった。アギラ今日2本目のヒット、バッターは2番ラミレス。今日はここまで3打数ノーヒット。マーリンズここまで10安打、ストライク、チェンジアップ決まった。さあ初球空振りから、これも空振り、バッター追い込まれた。そして3球目、打った、バットが折れました。セカンド左への打球、三塁アウト、アウト、ゲッツー。マーリンズ今日4つ目のダブルプレイ、バッターは3番ジェイコブス。今日はここまで3打数ノーヒット。チェンジアップ打った、ショート掴んだ、一塁アウト、スリーアウトチェンジ、セカンドランナー残塁、6対0カージナルス、依然6点リードを保っています。マウンド上はジョーンズ、今シーズン16試合目の登板、外れた、ボール。そして2球目、内角打った、ライトへ大きな当たり、カブレラ下がった、取りました、ワンアウト。ジョーンズライトフライに打ち取りました。今日はマルチヒット、モリーナ、ストライク、スプリットフィンガー。さあ初球ストライクから、真ん中打ちました、これは内野フライになってしまった、セカンド落下点掴みました、ツーアウトです。モリーナセカンドフライに倒れました。今日三振が2つのビグビー、初球流し打ち切れました、ファール。さあ1球目ファールから引っ張った、どうだ、切れるか、ファーストの頭を越えた、ライト線フェアだ。カブレラ掴んだ、打ったバッターは2塁へ向かった、2塁はセーフ。バッターは5回途中出場のトンプソン、ボール外れた、ノーストライクワンボール。さあボール1から打ち上げた、これは詰まった、これは内野フライになってしまった、セカンド落下点、トレーシー掴みました、これで3アウトチェンジ、セカンドランナー残塁。8回の裏が終わって6対0カージナルス、この回0点に終わっています。ここでタイムがかかります。カージナルスピッチャーを変えてきます。ここでマウンドに上がったのはルーパー、今シーズン15試合目の登板。
さあ初球ストライクから変化球外側へボール、ワンストライクワンボール、ボール外れました。さあバッティングカウントから決まったストライク、さあ追い込んでから速球打った、ライナー二遊間抜けた、ヒットになった。今日マルチヒットのヘルムス、低い球打ちました、高いバウンド、ピッチャー取った、一塁アウト、ワンアウト。バッターはメジャー2年目のセビッキー、今日はここまで3打数ノーヒット。真ん中打ちました、ファールボール。さあ初球ファールからスプリット打ちました、これはセカンド真正面、一塁へ送る、一塁アウト、ツーアウトです。バッターは7番オリゴ、今日はここまで3打数ノーヒット。直球空振り、これはバットの根元、これもセカンドへのゴロ、一塁アウト、ゲームセット、マリーズ敗れました。さあ今日の試合をハイライトでご覧ください。ご覧いただきましたようにバリーズ残念ながら勝利なりませんでした。実況は谷口博明でした。皆さんさようなら。